はい、こんにちは、1 1 6インズです。長かったレギュラーシーズンもついに終わり、プレイオフも始まりましたが、レギュラーシーズンの終わりと同時にあることが決まりました。そうです、来年のドラフトの順位なんですね。MLB のドラフトは完全ウェーバー。 前年の成績が悪いチームから順に指名を行っていくのですが、今年のワーストはボルティマー・オリオールズで52勝110敗、見事という表現がちょっと適切かは微妙な気もしますが、オリオールズが来年の全体1位指名権をゲットすることとなりました。オリオールズは現在再建中のチームで、近年は勝敗という意味ではなかなか厳しいシーズンが続いていますが、ドラフトの順位は非常に高順位が続いていまして、2019年は全体1位、昨年は全体2位、今年は全体5位と来て、来年は また全体1位とこれだけいい指名権を毎年ゲットできているため、オリオールズのマイナーは順調に潤ってきておりまして、マイナーの層の厚さは MLB でも有数。今は強豪ひしめくエール東地区の中で半ば、サンドバッグのような扱いを受けていますが、近い将来今蓄えている有望な若手選手たちが MLB に昇格してきて、再び強いオリオールズが帰ってくることに密かに期待しています。 ところで、今年はオリオールズ以外にも結構派手に負けていたチーム、もう一チームありましたよね。そう、アリゾナダイヤモンドバックスですね。ダイヤモンドバックスは戦力面からして今季コンテンダーと呼べる感じの戦力ではなかったものの、とはいえ100敗する感じのチームでもないというのが開幕前の印象でしたが、その読みは悪い意味で外れまして、特に5月と6月はそれはそれはひどいもので、この2ヶ月間で8勝48敗。 勝率はわずかに1割4分3人と、打率だとしてもプロ野球では許容されがたい、とんでもない勝率を叩き出し、今季長らく MLB ワーストの成績をキープしてきましたが、シーズン終盤にオリオールズが19連敗を喫するなど、猛チャージを決めまして、じわじわとダイヤモンドバックスとの差を詰めてきましたが、最終的にはダイヤモンドバックスは52勝110敗、オリオールズと全く同じ成績でシーズンを終えました。ただ実際のドラフトの順位はオリオールズが1位で、ダイヤモンドバックスが2位、 同じ成績にもかかわらずこのような順位となったのは一体なぜなのでしょうかはい来年のドラフト全体1位指名権の争いは実はひそかにかなり激しい争いとなっていました。 先ほども申し上げた通り今期のオリオールスとダイヤモンドバックスは共に52勝110敗で同率でフィニッシュしていますがこの場合ドラフト順位を決めるために前年の成績が参照され前年の成績が悪いチームがより高い順位の指名権を得られることになりますここで昨年の成績を見るとなんとオリオールスとダイヤモンドバックス共に25勝35敗昨年も全く同じ勝率を残していたんですね 2年連続で共に同じ成績であるため、さらに参照されたのが2年前、2019年の成績となりまして、2019年はオリオールズが54勝108敗。 対するダイヤモンドバックスは85勝77敗で2年前の成績の差でオリオールズが今回全体1位指名をゲットするという運びとなりました。まあ、ダイヤモンドバックスからすれば今季110敗もしたのに全体1位指名権もらえない上にしかも今更2年前の成績を持ち出されてその差で全体1位を逃すというのはただでさえ苦しいシーズンにさらに追い打ちをかけるような結果となってしまいましたね。 ただダイヤモンドバックス実はシーズン最終戦の時点で自力で全体1位指名を手にするチャンスはあったんですよね。シーズン最終戦が始まる時点でダイヤモンドバックスは51勝110敗、対するオリオールスは52勝109敗ということでダイヤモンドバックスは最終戦負ければ自動的に全体1位が確定する状況で最終戦のロッキーズ戦を迎えていました。 で肝心の試合の方も中盤まで4点差をつけられフロントからすれば全体1位指名は安泰だと思ったことでしょうが現場がここから少しずつ点差を詰め8回に同点に追いつくと最終回ツーアウトランナーなしから 女子バンミーターが劇的なサヨナラホームランを放ちダイヤモンドバックス逆転勝利。対するオリオールズはワイルドカードを争っていたブルージェイズに大差で敗れ、この瞬間オリオールズが逆転で来年のドラフト全体一位指名権を手にするという白熱のワイルドカード争いの裏で全体一位指名権の争いもこんな劇的な結末を迎えていました。 まあダイヤモンドバックスの選手たちにとっては失望の多いシーズンの中で最後の試合このような形で綺麗にまとめることができたのは良かったと思っていることでしょうがフロントからすればチームが勝って嬉しい気持ち半分全体1位を得るまたとないチャンスをこんな劇的な形で逃してしまうという悲しい気持ち半分といったところでしょうかこういうシーズン最終盤に全体1位指名権を逃してしまうチームたまーにいますよね 最近の例だと2017年のサンフランシスコジャイアンツがパッと頭に浮かびましたが、 この年のジャイアンツはタイガースと熾烈な全体1位指名争いを繰り広げ、今年のダイヤモンドバックスと同様に最終戦負ければ全体1位というところまで来ていましたが、この年途中にチームに復帰したパブロ・サンドバルが最終戦劇的なサヨナラホームランを叩き込み勝利。タイガースは敗れジャイアンツと同率となった結果、前年の成績が参照され、タイガースが2018年ドラフトの全体1位指名権を得るという結果となりました。翌年の2018年ドラフトでタイガースはケイシー・マイズを指名、2位のジャイアンツはキャッチャーの 上位バートを指名しましまたがタイガースのマイズは今季先発で本格的なブレイクを果たし30先発で防御率3.71ベースボールレファレンス算出のウィンザー・ウォーリプレイスメントで3.3を記録した一方でジャイアンツのバートはバスターポージーという高すぎる壁をまだ乗り越えることができず今季は MLB で2試合の出場のみ。 今のところ MLB での結果という点ではマイズに部がありますが、二人ともまだプロ入りしてからそこまで時間が経っていませんので、サンドバルの一本のホームランが生んだ運命のいたずらは将来的にどういう結果につながってくるのでしょうか。まあ、ジャイアンツのフロントからすればなかなか複雑なサヨナラホームランだったのかなと思いますね。はい、続いてはみんな大好き2008年マリナーズの事例ですね。 この件は以前動画にもしたのでご覧になった方もいるかと思いますが、2008年のマリナーズは地区優勝するつもりで大補強したにもかかわらず、その全ての目論みが外れ、100敗するというマリナーズ史上においても最悪クラスの1年を送りましたが、ただそんなチームの唯一と言ってもいい希望が、翌年2009年のドラフト指名権。 ドラフト史上最高の投手という評価を受けていたサンディエゴ州立大学のスティーブン・ストラスバーグの一位指名が半ば共通見解となっておりまして全体一位指名をゲットできる程度に負け続ければそんなピッチャーをマリナーズ指名できるチャンスがあったと全体一位指名の争いはナショナルズとの壮絶な戦いとなりましたが最後の3連戦を残しマリナーズは1.5ゲームのリード一つ負ければもうほぼ安泰という状況の中でマリナーズは最後の3連戦を戦いましたが うっかり3連勝しちゃったんですよねナショナルズは3連敗を喫しこれで逆転ナショナルズが全体1位マリナズが全体2位という並びとなりました2008年のマリナズとにかく弱かったんですが最後の3連戦に関してはこれまたみんな大好きユニエスキーベタンコートが大暴れしまして3試合でなんと12打数7アンダー彼のおかげで見事3連勝できそして彼のせいでストラスバーグ獲得のチャンスをマリナズは逃したというわけですね そして2009年ドラフトの全体1位と2位は本当に残酷すぎるくらいの差が生まれました。ナショナルズが1位で指名したストラスバーグは期待通りチームのエース格に成長し、怪我などもありましたが、2019年のナショナルズ球団史上初の世界一に大きく貢献。一方でマリナーズは全体2位で、この年の大学ナンバーワン野手と評価されていたダスティン・アクリーを指名し、ルーキーイヤーこそは才能の片りを見せましたが、その後は泣かず飛ばず。 2015年の途中にヤンキースへトレードとなり、そして2016年を最後に MLB でのプレイもない状態が続いています。ストラスバーグがいたからといってマリナーズの未来が変わっていたかはわかりませんが、2019年まではマリナーズと同じくワールドシリーズ出場経験がなかったナショナルズが、ストラスバーグと共に世界一を取ったのを見るとどうしても思うところがありますよね。<laughs> たった一つのドラフト指名の順位の差ですが、決して甘く見ることができないのが、この例からもわかるかと思います。 ということで、念願の全体一時指名権ゲットとはならなかったダイヤモンドバックスですが、1位と2位の差はやはり結構大きいと思うんですよね。全体一時指名権というのはドラフトの中で唯一他球団の指名の影響を全く受けず、 ドラフト可能な選手全てから1人だけ自由に選ぶことのできるただ1つの指名権ですしまた MLB のドラフトは保有している指名権に応じて契約金に使えるお金に一定の制限が設けられますので1位指名権を持っている方がその総額ボーナスプールとも言うんですがこの額も大きくなりドラフト戦略にも幅が出ます来年のドラフトで誰が全体1位全体2位となるかはまだ分かりませんがこれが後々両球団にとってどういった結果を生み出すのかしばらくしたら振り返ってみたいドラフトとなりそうです ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。